はい、どうも皆さんこんにちは、千代田光輝です。名前を覚えて帰ってくださいという、今回はですね、なんと、私、千代田光輝、8月28日日曜日にですね、チャンネル登録者で1000人達成することができました。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです、本当に。あのね、もう朝気づいたらですね、なんか、ドメインの方が、からですね、一斉におめでとうございますというご連絡いただきまして、それで気づきました。僕が気づいたわけじゃないんですけど、教えてもらったんですよね。達成してるよーって感じで、あ、マジでみたいな。いやねー、ちょっとね、想定外でした。こんなに早く、目標を達成と思わなかったんですよね。今年、ちょっともうギリギリ無理かなとか思ってた時期もあったんで、まさかまさかでした。はい。でね、ちょっと、その、ドメインさんからこんなイラストいただきました。はい。この、お蕎麦マスクの。よくないですか？なんか、すごいでしょ？なんか、何でしたっけね？ステルスブラックと、この犬が、かくれんぼをしているアーダコーダーみたいな、お題名でした。はい。すいません。忘れてしまいましたけれども、いいでしょ？なんか、センスが。なんか、そう。ただただ、お蕎麦マスク描くんじゃなくて、ちょっとこう、なんかね、こう、発想を凝らしてやってるというのが僕はすごく引き付けられました。はい。で、まあ、今回、撮影してですね、ちょっといろいろ、振り返りたいなというふうに思うんで、まあ、ちょっとリーグ戦ね、バックにおしゃべりしていこうかなと思います。それでは、リーグ戦の方、どうぞ。はい、ということで、早速振り返っていきたいと思うんですけれども、まあ、僕ね、昨年の11月25日に、僕の名は千代田光輝という、タイトルで YouTube 活動を、スタートしたんですよね。はい。で、まあ、そこから、だいたい9ヶ月ですかね、今。うん、まあ、それぐらいで、こう、目標達成することができまして、いやーね、まあ、めちゃくちゃ早かったんですよ。で、まあ、今後ね、まあ、今回、こう、無事達成できたんで、じゃあ次の目標なんですけども、次、まあ、また来年いっぱい。だから、2023年の12月31日までを目標に、5000人まあ、ちょっと大きく出ちゃったんですけど、ちょっと行こうかなと思いまして、やっぱり、うん。目標はね、やっぱ高く行った方がいいと思うんで、5000人で行きたいなと思います。はい。でも、さすがにちょっと厳しいんじゃないというふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、それを言うとね、まあ、1000人も厳しかったわけですよ、やっぱり。本当に。いや、これ俺、無理かなって思ってた時期も結構あったんで、それでもなんとかこう、いけたんでね、まあ何が起こるかわからないんで、まあそういう高い目標をね、持ってやっていこうかなというふうに思ってます。はい。でね、こう、達成記念 YouTube ライブとかもやっていきたいんですけど、やっぱいかんせんその、僕は本当に情弱なんですよ。驚くほどに情弱なんで、なんか、何したっけね、なんか生配信の、そのパソコンのアーダコーダとか、わかんないんですよ、何をやっても。全然わかんなくてできないんですよね。なんで、基本的にはもう PS4 からの生配信しか僕はできないんですよ、本当に。なんで、やりたいゲームがね、こう PS4 であったら、こうやろうかな、ぐらいで考えてます。はい。まあやっぱりミラティブになっちゃうかなと思いますね、バウンティラッシュは。どうしても。難しいです、僕には。で、まあ、近々やりたいなっていうふうに思ってるのは、ワンピースオデッセイですね。はい。なんか新作出るじゃないですか。PS4 とか Xbox とかで、オデッセイが。まあ、そんなに僕、発表当初は興味なかったんですけど、でもなんかね、見てると、あ、ちょっとやってみたいなっていうふうに気持ちになってきたんで、まあ、ちょっと、タイミングが合えばね、やってみようかなというふうに思ってます。はい。といった感じで、まあ、もちろんね、バウンティラッシュをメインにね、いろいろたくさん楽しくゲームをやっていくかなというふうに思ってます。はい。まあ、本当この、まあ、大体9ヶ月ですね、なんか、いや、無理かなとか、すごく、悩んだ時期もあったんですけども、まあ、本当に諦めずに、こう、コツコツやり続けたことによって、まあ、こういうふうに、こう、形になって、結果になって、本当に良かったなというふうに思ってます。はい。諦めなくて良かったなというふうに。はい。で、残り22秒ですね、急に解説入るんですけども、怖かったね、ステルス入るんですよね。ここマジで。これは地獄やった。もう、手汗が半端じゃなかった。まあまあ、でもね、もう、4-1なんで別にここ抜かれてもね、まあ負けることはないんで、まあ、いいんですけどね、別に。うん、で、まあ、なんか、パーって頑張って、先般して抜かれて勝ちという感じになりました。はい。最後、かっこよく決めきれませんでした。すいません。はい、ということで最後はね、まあ、お蕎麦の、姿を見て終わりにしたいかなというふうに思います。はい、本当にまあ、改めましてですね、SNS に、登録していただき、本当にありがとうございます。はい。まあ、最初は100人でも200人でも本当毎回感動していて、でも、今になっても1000人でも本当に感動しますし、やっぱりその、こう、なんすかね、他の方々と比べると全然、
まだまだ小さい風なんですけども、こう仙人っていう方たちがこう、まあ、要は、ね、登録してくれてるってことは、まあ、応援してくださってるっていう風に僕は捉えてるんで、そういう人たちがいるんだっていうのがやっぱりすごいこう自分のモチベーションにもつながりますし、まあ、それはバウンティラッシュだけじゃなくて私生活、まあ、仕事面においても、あ、こんなにいてくれるんだっていう、なんかね、こう心の支えっていうかなってるんで、本当にありがたく思ってます。心から感謝しています。はい、ということで、まあ、今後もね、楽しい実況どんどん出していこうと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。はい、ということで、お相手は千代田光輝でした。それでは皆さん、さよなら。本当にありがとうございました。